おはようございます。今日は8月27日、大会ですね、当日でございます。昨夜のですね、雷雨も上がりまして、無事定刻でですね、大会が開催されております。今時刻は6時半過ぎですが、野井倉満喫もですね、これから、あまり体調は良くないのでゆっくり、上がりたいかなと思っております。今ですね、無事ゴールしました。時刻は8時40分過ぎですね。ちょっとスタート地点ですね、ちょっと乗り倉満喫、ちょっとトラブルがありまして、ちょっと今日は本当にゆっくり走りました。いやー、こんなの初めてですね。この後また、撮影いろいろしたいと思います。ただいまの時刻、9時過ぎました。まだまだですね、これから登っている方は大勢おります。ゴール後のですね、皆さんの安堵した雰囲気といいますか、完走し終わった、満足感が得られていると思います。ゴール後ですね、皆さん続々、荷物をですね、取りに、上がってきております。今日は本当になんとか無事にですね、昨夜の雷雨が嘘のように、晴れました。今は荷物のですね、受け渡しでごった返しております。ゴール付近のですね、状況を撮影してます。ちょっとガスが出てきましたね。ゴール付近です。あと10メートルのところですね。5メーターか10メーターのところで撮影しております。ラストですね。皆さん一生懸命走っております。こちらゴールです。ゴール付近ですがごった返しております。かなりゴール付近はですね、混雑してますね。すごいです。ガンガン上がってきてますね。こちらがゴール付近になります。ただいまですね、3号付近でございます。3号付近で撮影しております。下山の、待機になっておりますね。今は登ってくるサイクリストと、下山するサイクリストで、渋滞しております。急に晴れてきましたね。急に晴れてきました。下にはですね、第2チェックポイント、暗いガラ山荘が見えております。大勢の方がですね、登ったり下り、下山の方、まだ、登っている方もおります。あいにくですね、山頂が見えておりません。登ってくるときはですね、見えてたんですけど、今またガスがかかっております。今大雪渓の駐車場から撮影しております。またなんとかですね、雪も残っております。これから乗鞍満喫もですね、ゆっくり、下山したいと思っております。今無事にですね、下山しました。こちらでリンゴサービス、バームクーヘン、水などが、無料で、配られております。感想書はですね、こちらで、自分のゼッケン番号を申しますと、感想書がもらえます。乗鞍満喫はですね、ちょっとスタート時点でトラブルがありまして、
まあタイム的にはですね、去年とほぼ同じです。本当はもう少しもっと早く走りましたが、ちょっと、様子見ながら走りました。いやでもですね、ご覧のように朝とは違って、今時刻は10時半ぐらいですかね、だいぶいい天気になっております。続々とですね、皆さん畳平から下山してきております。 D-E-F-H となっています。なお記念撮影はクラスごとに行います。皆さん、どうでしたでしょうかね。お待ちいただく場合がございます。また時間を過ぎた場合にはいらっしゃる入賞者の順番、天候がですね、ご覧のように本当によく晴れました。登ってる最中が一番良かったかなと思いますけど、下山中はちょっとですね、結構ガスも出ておりました。下山してきてる、サイクリストです。ヒルクライマーたちがみんな、今誘導車の先頭から、下山してきました。もう美味しいお水、以上ノイクラ満喫でした。また来年ですね、このように晴れて、楽しいイベント、ヒルクライムレースですね、開催できたらいいなと思っております。また今大会では表彰ではまた行いません。クラスごとに賞状を